界フィギュアスケート選手権の競技3日目となる日本時間3月26日早朝には女子シングルのフリーが行われ、ショートプログラム首位通過の坂本花織選手が圧巻の演技で見事優勝。この快挙に多くのファンからは喜びの声が寄せられています。24日に行われていたショートプログラムでは唯一80点の大台に乗り、キス&クライでは自身でも信じられないと喜びと驚きを見せていた坂本選手。その坂本選手らしい大きなリアクションに海外メディアからも可愛い反応だと注目を浴びていました。北京冬季オリンピックの個人戦で銅メダルを獲得してから続いていたという不調が、今大会の1週間くらい前から上向きになってきたそうで、フリーに臨む際、リンクサイドにいる中野園子コーチから声をかけられ、集中した面持ちでリンクの中央へ。最終滑走として登場した坂本選手は、スピードのあるダイナミックなスケーティングで、冒頭の高さと幅のあるダブルアクセルから、最後の美しい3回転ループまで、7本すべてのジャンプを着氷させる圧巻の演技を披露。演技後は、右拳を握りしめガッツポーズをし、感極まる場面も。会場の拍手を浴びながらリンクから出る際は、中野コーチから、よかったよと声をかけられるといつもの笑顔が戻り、喜びを分かち合うように、熱いハグをしていました。そんな坂本選手のフリーは、155.77 点で、ショートプログラムに続いて自己ベストを更新。総合も236.09 点となり、日本女子選手として伊藤みどりさんや荒川静香さん、浅田真央さんらに次いで史上6人目となる世界選手権の優勝を決めていました。この圧巻の演技に世界中の多くのファンからは喜びの声が寄せられており、ツイッターのトレンド入りするほどとなっていましたが、その多くが坂本選手の日本女子フィギュアスケートの歴史に名を刻む素晴らしい演技への称賛の声となっていました。なお、ショートプログラム7位通過の樋口新葉選手は、冒頭のトリプルアクセルで転倒すると、その後もジャンプやスピンなどでミスが。それでも最後まで力強く、ライオンキングを滑り切り、フリーで 121.12 点、総合 188.15 点で、11位となっています。また、ショートプログラム12位の河辺愛菜選手は、トリプルアクセルに果敢に挑戦するも、成功とはならず、他のジャンプでも乱れが。それでもスピード感を保ち続け、最後まで演技をまとめ、フリーで 118.76 点、総合 182.44 点で、自身初となる世界選手権を15位で終えていました。高難易度のジャンプは組み込まず、一つ一つのジャンプの出来栄えや、要素間のつなぎ、振り付け、スケート技術などを磨き上げてきた坂本選手。その美しい演技に、世界中から称賛の声が寄せられていました。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。
Thank you.